日本の悲劇自由の声は日本映画社が1946年に制作したドキュメンタリー映画である。モンタージュ理論の本場のソ連のレニングラード映画技術専門学校で学んだ亀井文夫らしく戦争遂行の目的で制作された既存のニュースフィルムをモンタージュして過去の歴史を批判的に叙述した。ラストに軍服姿の昭和天皇が 背広姿へとフェードして変わっていくシーンを挿入した。解説を丸山昌二が担当した。GHQ の検閲を一旦通過して公開された後、後吉田茂首相の圧力により、再検閲の結果、公開後一週間でフィルムは募集、上映禁止となる。現在では DVD 化されている。当時のニュース。 短編専門官の支配人だった人物によれば、民間情報教育局と民間検閲主体の派閥構想があったとされる。平野とも、よし、天皇と接吻には、亀井文夫ら当時の関係者へのインタビューなども含めて、日本の悲劇上映禁止の経過が承述されている。坂手王には、平野の著書をもとに、儀曲天皇と接吻を創作し、 日本の悲劇上映禁止経過を激化した。坂手は、事故の劇団林行軍で、自らの演出により、天皇と、接吻を1999年11月から12月、上演した。この舞台は好評で、坂手ようには2000年度読売演劇大賞、最優秀演出歌唱を受賞した。坂手ようにの儀曲は、カモミール社から2001年交換された。 平野ともよしは同書に解説を寄稿している。ありがとうございます。